はい、今、進行方向を確認してトラバーサーが皆さんの方に移動していきます。主要な空襲車庫は、皆さんが今いる広場を境に、左右にいくつかの建屋があります。車両を整備するそれぞれの目的に応じた、建屋の番線に車両を入れるため、水平横移動できるトラバーサーを使用しています。皆さんから向かって左手に E 線と書いてあるところがありますが、あそこに止まっている車両は電気貨物車になります。貨物車は私たちはよく電化とかマンモスという通称でよく呼んでいます。トラバーサーが電化を迎えに E 線の前までやってきました。今から電化とアントを編成します。今 E 線のレールとトラバーサーのレールの位置合わせを行っています。
レールの字があったようですので、アントが電化を今迎えに行っています。電化とアントを編成するには、電極の高さ、位置、を合わせ、OK であれば電極を行います。はい、電極が完了したようです。まあ、YouTube で見たら、電車の重量は各によって様々ですが、約30トンから40トン程度あります。電車の姿がだんだん、見えてきました。電車は1トンに対し、両側に運転台がついていて、中央部は荷物が乗せれるように、荷台になっています。荷台には台車といわれる電車を走らせる装置を組み込めることができるようになっています。荷台に乗っている台車は、輸送台車といって、近鉄線よりレール幅が狭い、養老鉄道車両をこちらの塩浜研修車庫に改装するときに、使用している台車になります。はい、電化がトラバーサーの上に、完全に乗せることができました。番線に車両を見積も収納しています。はい、1番線の前まで到着しました。トラバーサーが E 線の前までやってきました。はい、レールの位置があったようですので、今から E 線の方に電化を収納します。電化が E 線に入っていってます。あちらの E 線には天井を走行する10トンクレーンが装備されていて、台車を電化の荷台に積み下ろしができるようになっています。明日はその台車積み込み作業の実演を行いますので、ぜひご来場ください。
はい、電荷がいい線に収まりました。電荷とアントを切り離して、アントがトラバーサーの上に戻ってきました。これにて、トラバーサー第2の作業実験を終了させていただきます。トラバーサーが元の位置に帰っていきます。ありがとうございました。バイバーイ。ごゆっくりお楽しみください。次回の、実演時間は11時30分13時、14時になってます。ありがとうございました。桑名の今日はですね、ちょっと来ていないんですけども、桑名にもマスコットキャラクターがいるのをご存知でしょうか。出発前に、始まりましたね。出発進行だと言いたかったんですけど。はい、それでは本日、亀裂の辺り、白塚にようこそ、楽しい一日を、お過ごしください。本日ご乗車される電車は、亀裂の中心に活躍中の虹丸トレインです。今回は、虹丸トレインにご乗車いただいて、電車体験になります。想定としまして、平塚車庫13号線から20号線に入れ替え、
折り返し13号線への切り替えを予定しております。約10分間のご乗車時間となりますが、楽しめるようにサポートいたしますので、どうぞよろしくお願いします。出発します。早速ですが、右側には、たくさんのお客様が見られます。皆さんに手振っていってきます。手振ってください。行ってきます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 。洗車に関してのお願いです。洗車は、まだ開けますと水が入ってきますので、洗車前は必ず、ドアの窓を閉めた状態いじらないでください。ご注意お願いします。まもなく前方に見えてきましたのが白塚車庫20号線の洗車機となります。前方にご注目ください。洗車機につきましては、名古屋地区では米野車庫、富吉車庫、白塚車庫、明星車庫の4箇所に設置されております。まもなく運転手より、洗車の設定を行います。今回は往復で両方水洗いを行います。洗車作業に入ります。
Thank you.